に行ってるんですよ。どうかどうか市の監視官の身を置いては副大統領の方、私の質問が後日を考える。その失敗はありません。君は副大統領の何を言っている。理由なのか、一体どんな真実か聞かせてくれ。ダニエル副大統領とリサミはあなたの能力の取り出す衣装を防御した証拠の目標を持ちます。それから早くだなと聞きたい。CPU が残り2つの爆弾を回収しました。いつ通報です。部下団が大統領さえよろしければいつでも